もうこの高木百古長ハージ様がありがたいことに我々にお申し出くださいました。大原告に下りさえすれば非道な扱いを受けることもない。もうこの大義を解くそうだと知れ者めが我が国の民も平和を享受し、もうこの皇帝フビライを叩く。行ってこい。Okay, after you. Moko tataete ottana. Sazo hobi ga yoi no de arou. Kotowareba korosarelu dake. Ima wa mamorite no otouto dake ga tayori desu. Norio o shitte oru no ka? Ikusa jidaku o shite orimasu. O tsurei itashimashou. 急げ。さあ、こちらです。あれはノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしろとあやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話しています。道中クロード様です。ノリオは港中におります。もうこの気を引け。そして小勢を両脇に送り込む。気を隠れ蓑にするのだ。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが、誰も来ておりません。うん、あんなことがあってはな。櫛寺なしでも杉寺は奪います。あやつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。金田の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。策通りに事が運ぶかずっと不安であった。兄や仲間がいなければ私も不安だったはず。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。そうは捕虜にされておるのか。ええ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。櫛寺が味方とは心強い。杉寺と明石は、櫛が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは、策に構わず、思うままに戦ってください。みんな、離れずについてきてくれ。Alright, points well stolen, it is. Hoi! Worth it. You guys throwing arrows at me? Where's everybody? Oh, over here. got him. Good, good, good.寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も法神も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあ、こちらです。ノリオ、堺様、どうした？この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ノリオ、兄さん。牢から連れて行かれた時、てっきりもう全て教えればお前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。法師、櫛寺、赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。堺様、よろしいですか？ああ。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか？まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら兄を弔います。